アポロ指令、機械船、アポロ指令船、機械船、アポロ指令船、機械船、コマンド、サービスモジュールは、アメリカ合衆国のアポロ計画で使用するために、開発された、宇宙船である。ノースアメリカン社製作。この指令船、機械船と月着陸船、LM を合わせたものを総称して、アポロ宇宙船ということが多い。アポロ計画の終了後、司令船、 機械船は、スカイラブ、スコヨーラブ計画で、都合3回、合計9人の宇宙飛行士を、宇宙ステーションスカイラブに送り迎えするために使用され、アポロソユーズテスト計画では、ソビエト連邦、当時のソユーズ宇宙船とのランデブーとドッキングを行った。指令船、機械船は、その名が示す通り2つの部分から構成されている。指令船は飛行士が滞在し、 宇宙船を操縦し地球に帰還させるために必要な全ての制御装置が搭載されている。機械船は推進用の大きなロケットエンジン1機と姿勢制御用の小ロケットエンジン16機及びその燃料、さらに宇宙滞在中に必要な酸素、水、バッテリーなどの消耗品などを搭載している。最終的に地球に帰還するのは指令船のみで、機械船は 大気圏再突入時の高温、高圧力で大気圏内で破壊され消滅する。なお、司令船は1967年1月27日に訓練中の3名の飛行士を犠牲にする火災事故を発生させたため大幅な改良が加えられた。そのためこれ以前のモデルをブロック I 以降のモデルをブロック E と呼んで区別している。司令船は 直径3.9メートル、高さ3.2メートルの円錐型で、前方、頂上部には2機の姿勢制御用小型ロケット、月着陸船とのドッキング装置及び乗り換え用のトンネル、地球機関時に使用するパラシュートなどが搭載されている。後方、底辺部には10機の姿勢制御用小型ロケットとその燃料タンク、水タンク、機械船との集合接続ケーブルなどがある。 外壁は主にアルミニウムのハニカム構造によって構成されている。底面には4層のハニカムパネルを貼り合わせた耐熱シールドとなっており、大気圏再突入時にはこのシールドが徐々に誘拐する子によって熱を逃がし、船体が熱破壊されることを防いでいる。指令船の重心は中心軸よりもわずかにずれているため、大気圏再突入時には空力により、 船体をわずかに上昇させようという力が働く。小型反動エンジンを噴射して、船体の角度を変えることにより、空力を調整して、飛行をコントロールし、着水地点を数マイルの精度で調整することが可能である。機体にはパラシュートが8機搭載されている。まず高度7300メートルで2機の減速用パラシュートを展開し、速度を 時速 201km まで落とす。続いて、高度 3300m で減速用パラシュートが投棄され、3機のドローグシュートがそれぞれメインパラシュートを引き出し、最終的に時速 35km まで減速する。パラシュートは仮に3機のうち1機が展開しなくても着水は可能であるアポロ15号では、実際にそのような事態が起こった。 司令船には、水力 414N の姿勢制御用、小型ロケットが12機搭載されている。燃料モノメチルヒドラジン、酸化剤は4酸化に窒素で、燃料と酸化剤の総重量は 122kg で、ある。制御に使われたコンピュータについては、アポロ誘導コンピュータを参照。コンピュータは司令船と月着陸船に1台ずつ、搭載された。 出入口は2箇所あり、一つは、中央操縦席上部にある縦 737mm、横 864mm、重さ 102kg の乗り込み用ハッチである。もう1箇所は、機種部分にある直径 760mm、重さ 36kg のドッキング用ハッチで、月着陸船への異常時に使用される。居住空間は、容積がートルで、軽基板。 操縦席、広報装置、食料や雑用品のロッカー、廃棄物の貯蔵庫、ドッキングトンネルなどから構成されている。操縦席前方を占めているのは幅2.1メートル、高さ0.9メートルの軽機板であり、飛行士に対応して3つの部分より構成されている。速度や姿勢を表示する計機や主要な飛行制御装置は左側の基調席にある。 中央の指令船操縦士の座席には、広報ガイダンスの制御装置、各種警告表示、時計、船内の環境制御装置、機械船のメインエンジン及び姿勢制御ロケットの操縦装置がある。右側の月着陸船操縦士の座席には、燃料電池、電力、通信機器の表示や制御装置がある。主計基板の左右にはさらに小さい計基板が配置されており、 左側はサーキットブレーカーや通信機器の制御装置、右側は予備のサーキットブレーカーと通信機器の制御装置になっている。軽機板には全部で24機の制御装置と566個のスイッチ、40個のメーター、71個のライトがある。座席は鉄のパイプに耐火性の布を貼って作られており、折りたたみが可能である。操縦装置は 中央の座席のみに配置され、左右の基調席及び月着陸船操縦士席には、機体の回転を制御する装置のみが配置されている。座席には8個の干渉装置が設置されており、着水時の衝撃に耐えられるようになっている。船内は6つの区画に分かれており、になっている。窓は5箇所ある。左右座席横には 330mm 四方の観測用窓、 前方には幅三三百十ミリメートル、高さ二百四ミリメートルのランデブードッキング用窓。中央座席情報のハッチには直径二二百十九ミリメートルの窓がそれぞれ配置されている。これらの窓は三枚のシリカガラスの多層構造になっており、紫外線なども防御する。ガツ着陸船ともども船内にトイレはなく、ジェミニ宇宙船同様に小便は吸引器を使って、 タンクに溜める方式、タンクに一定量が溜まると、宇宙空間に放出される、大便は専用のプラスチックバッグに排便して倉庫に保管する方式が取られた。ただ、アポロ1号では、大便のバッグの口が密封されていなかったため、飛行中に船内に大便が飛び交う事態になった子がある。機械船は、予圧されていない直径3.9メートル。 高さ7.5メートルの円筒形の構造物である。内部は中央部とそれを放射状に取り巻く6つの外角部によって構成されており、推進用ロケット、姿勢制御ロケット及びその燃料、酸素、燃料電池、通信用の S バンドアンテナなどが配置されている。アポロ15号、アポロ16号、アポロ17号では科学探査機器なども搭載された。全部多い。 フォワードフェリングは高さが 864mm で、機械線コンピューター、指令線との結合装置などが配置されている。結合装置は、ステンレス製で、指令線に分配するすべての電力や酸素、水などホースやコード類はここに集中しており、切り離しの際には爆発ボルトが使用される。主エンジンは高さ二メートル、直径一メートルで、 燃料には、エアロジンマイナス50、酸化剤には4酸化に窒素を使用する。水力は 91.2kN で、月周回軌道への投入及び、離脱、途中での軌道修正などを行う。姿勢制御用ロケットは1機が水力 445N で4機ずつ集合したものが、それぞれ90度の角度を置いて外周に配置され、宇宙船の姿勢制御や速度の微調整などを、強な。 こちらの燃料は、モノメチルヒドラジン。酸化剤は4酸化2窒素である。機械線は6つの区画に分かれている。それぞれの内訳は、後部隔壁には、S バンドの氷特アンテナが配置されている。アンテナは、直径 787mm のパラボラアンテナが4基と 279mm、四方の方形アンテナが1基で、遠距離での通信用に使用される。 また機械船外壁には前方を照射するライトが設置されており、飛行士が船外活動をする際に足元を照らしたり、ランデブーの際に宇宙船の位置を示すためにしおれる。ライトは 100km 離れた場所からも視認できる。機械船は大気圏再突入の直前まで指令船に結合されている。切り離しの際は機械船の姿勢制御用ロケットが 自動的に噴射して指令線から離れ、指令線よりも先に大気圏に再突入する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。